SMP オルタナティブデスティニーから超重戦隊ライブマンのライブロボが発売。かっこいいアレンジに圧倒的な情報量。ちゃんと3体が合体します。じゃーん見てくれよ、これを <laughs> すげえ大きさ15センチで、めちゃくちゃかっこいいです。ォタファの。スニブプラを崩せ ともよ君たちはなぜ悪魔に魂を売ったのか動画をご覧に皆さん、こんにちは、オタファです。今日組むキットはこれだ超獣戦隊ライブマン SMP オルタナティブデスティニーライブロボだ <laughs> お全国のガンゲロウ直撃世代戦隊ファン集結せよというわけで早速行きましょうこれご存知のない方のために説明すると、食ガンです美味しいガムのおまけなんだけども、すごい高級感がありますね。 あれこのロボットなんかよーく見ると見たことあるな。ライブロボじゃねえかというぐらい <laughs> かっこいいアレンジになっています。スタイリッシュなデザインになっているという感じですね。わーすごいですね。パッケージも高級感があって結構でかいです。が、組み上がると意外とそんなに大きくはないかなと思います。この商品のプロダクトデザイナーは宮内俊直さん。ちゃんと3体のメカが合体するところがポイントですね。高密度ディテール。 驚異の稼働重塗装になっていて、ニッパー一つで、ちゃんと、重厚感あふれるライブロボが完成するというわけです。それから今後、プレミアムバンダイから発売されるライブボクサー。あ、ライブボクサーじゃないや。えっ、ー、と、バイソンライナーとサイファ,サイ,ファイアーだね。二号ロボを構成する二台のメーカーと合体し、スーパーライブロボになるわけですね。開けましょう。オッけーろ。刃物を使うときは気をつけてね。あ、そうだ、これスリーブだ。せーの。 じゃん。あ、外すとね、モノクロのパッケージが入っています。美味しいガムのおまけが、スリーブ仕様になってます。さあ、お待たせ、開けましょう。せーの。じゃん。あー、さすがはね、このボリュームだけあって、結構ランナー入ってますね。説明書。あ、ガムじゃないや。おい、おいしいラムネ。これが本体です。<laughs> すごいよね。重塗装仕上げになっています。お、パッと見。 ライブロボの胸部ですね。ランドライオンの一部とか。ああ、すげえ。こんな小さいパーツに白や赤。塗装の工程が多いのに、すごいですね。イエロー。あ、部分塗装されてますね。いっぱいあります。あ、グレーのパーツにもシルバーの塗装などが結構あります。パーツ自体が結構細かいんで、組み応えはかなりあるんじゃないかなと。これで半分って感じです。おお。 こりゃ情報量すごいわけだなぁ。発色もいいし、重厚感あります。あ、メタリック塗装になってる。すごっランナーのボリュームだけで言うと、ガンプラのマスターグレードぐらいはあるんじゃないかなと思います。あとは、SMP ってね、シールがあったりとかするんだけど、これはなんとシールなしです。さあ、というわけでね、早速組み立てましょう。組み上がると、こうなります。 いやーできましたゆっくり組んでおおよそ4時間ぐらいかな改めてジェットファルコンランドライオンそしてアクアドルフィンそれから付属品手首パーツや武器超重拳やシールドあとはライブロボへの合体の際に使用する差し替えパーツ一部形状を再現するパーツなどですねアタッチメントパーツがついていてクリアのディスプレイスタンドはそれぞれのマシーンをディスプレイすることができます さあ、それではね、順番に一体ずつ見ていこう。ジェットファルコン。かっこいいですね。やっぱライブマンのメカの特徴といえば動物と、それからマシンの融合という感じなんだけど、これは結構そのマシンの方に、えー、振ったバランスになってますよね。ジェット機。こう、機種がかなり長くなっていますね。鳥として見るとか、頭長って思うんだけど、うん、バランスはすごくいいかなと思います。シャープなフォルムになってますね。 塗装済みのパーツが綺麗。よーく見るとこの目の部分もメタリックパーツになっています。塗り分けも細かいですね。ウィングも薄いんだけど2パーツ構成になっていて、ここのパーツ分割も素晴らしかった。ここら辺も塗装がたくさんあります。裏から見ると情報量がすごい。こんな感じですね。高密度なディティールになっています。クローアームを展開できます。このスラスターを 下に下ろし、ロックを外す。そしたら、下に下ろして、ここはクランク移動する軸があります。少し引き出して前方に持っていき、さらにここでロックがかかると。で、こう前方に持っていって、先端の部分、ここに爪があります。が、これ自体が差し替えになってて、 このパーツと交換すると。黒労展開このようになります。躍動感が出ていいですね。他のギミックとしては主翼、あとは尾翼が稼働します。さあ。 そしたらスーパーミニプラ版と比較してみましょう。一目瞭然。だいぶ違いますね。特に機種の長さとか、まあ全体的なフォルムですね。さっきも言ったように、まあ改めてこのメカって何のために鳥とジェット機なんだろうっていうのをすごく噛み砕いた先のデザインアレンジかなと思いますね。個人的には、うん、こっちはこっちの良さがやっぱあるし、こっちはこっちの良さがあるかなという感じです。 基本的にはもう別物ですね。さあ次ランドライオンこれもすごいアレンジだ正面ここのブラウンのところはメタリックになってて、ここは塗装ですね。パーツの分割もすごかったし、この鼻の先、この黒いパーツも、まあ、シールとかではなくもうパーツになってるんですね。ここの塗り分けとかどうなってるのよっていうぐらい、超細かいですね。ワンポイントのゴールドとか。いろんなその、 部分塗装が効いていてます。このテールの部分の下側こっち側がゴールドになってるとかねすごくこだわりがありますライオンカノンここのキャノン砲もねでかくなってますこれに関してはもう早速比較しちゃった方がもう分かりやすいかなと思いますねスーパーミニプラ版今回のオルタナティブデスティニーの方が全体的にシャープなフォルムになっていて色分け造形が細かい 子供の頃ライブマンをテレビで見てて、やっぱこのランドライオンがこう砂ジを巻き上げて走っていくとか、めちゃくちゃかっこよかったんだよな最後はアクアドルフィン。3体の中で一番でかいですね。ここの部分が丸々。 でっかくなってるという感じですね。これもまた特徴のあるメカです。改めてそうだね。これは僕の中で、僕のイメージなんだけど、多分想像的には、まあドルフィンなんで、単純にイルカってでかいじゃない。てかちょっと大きくしようかなと思ったのかなと。あの鳥とかライオンよりも圧倒的にでかいんだろうなっていうところもね、イマジネーションに含まれているかなと思います。色合いもこれはとっても綺麗になっていますね。塗り分けも細かいし、 あのり、うん、そうだね。プラによる色分けとか、そういったところも抜かりないですね。こことかやばいですね。このライブマンのマーク。白と赤でね、塗装されています。ところどころメタリックがあって、こうメリハリが効いてるんだよね。こういったところとか。なかなかいいです。後ろから見ると、こんな感じ。これは陸上用、水中用に、えー、チェンジすることが可能で、ここ開く。 ここに挟まっているプレートパーツを外す。これがね、要するに交換すると水中用になるわけですね。簡単に切り替えられるわけですね。基本的には差し替えなんだけど、少し変形の要素も持たせてる感じがして、面白いなと思いました。スーパーミニプラ。そうだね、大きさがやっぱりまず違うよね。ここら辺とか。 あとはこの足首に当たる部分とかも、だいぶボリュームアップしていますね。この天面の、ここら辺のリアルさとか、やっぱ違うかなと思います。3体並べるとこんな感じ。違うんだよ、かーちゃん。それぞれのマシン形態、スーパーミニプラとの比較は、こんな感じ。さあ、それではお待たせ、合体させましょうか。いきます。合体、ライブディメンション。 今回のライブロボ、オタファテクニカルレベルズバリ5。基本的には、組み替え変形となっています。で、細かいパーツとかの移動も結構あったりとかするんで、まあ、僕流でやりますね。えー、交換のパーツはこれを使います。まずはここに隙間隠しのパーツがあるんで、これを、あの、飛ばさないように気をつけてください。これ取って外す。さあ、そしたらここも外す。あとでね、他のパーツに。 付け替えますさあそしたらこのロックを外しえフリーになったら、えー、ここでね接続されています赤と黒のこの接続部分ここを引っ張るとこれが取れるそしたらここからジョイントが出てきますこれ出しとく一旦このパーツはこのままにして、えー、これですね これは、こっちらが後ろ。この黒いパーツを引っ張って外す。そうすると、ここのグレーのところですね。このグレーのパーツを、が、この下のパーツとくっついてるんですね。これを外すと。持つところなど気をつけてください。こうやって押して外しましょう。これ余ります。これも余ります。で、 先にね、このパーツを用いて、もう足を、下半身をね、作っちゃいます。これがスカート周りですね。こう曲がってるのを、この位置にし、これサイドスカート、これフロントスカートといった感じです。このパーツをこう接続させると。この字に、えー、ここのところがね、後ろになっています。これを、こういう感じで差し込むと。 干渉しているところがないか気をつけながら押し込んでください。あ、早速干渉してるじゃんね。危ねこれちょっと押し込みます。押し込んで、こういうふうにするという感じですね。このようになります。一旦これはこれでね、完了です。あ、で、ごめんなさい。これはね、このパーツに交換するんです。 あれ何が変わったのと思うとね、大きさ変わってるんですね <laughs>。一応ね、これも折りたたみができます。まあ、ちょ、ちっちゃいからね。まあ、これは変形用となっています。これで合体準備状態完了。さあ次ラーライオン肩のキャノン。一旦外す。後ろ。引っ張ると、これごと外れます。これ持っとる。さあそしたら、 今度は前足ですね。これブロック一体が外れます。そしたら腕を前に出す。お馴染みのやつですね。こういう風になり、ここ余ります。これも通る。取り外すパーツめっちゃ多いです。そしたら腕を。下ろす前に一回この形にしとくとやりやすいです。そしたらポイントがあって、 これね、ちょっと見えるかなここにリング状のパーツがあります。これね。これが上に上がります。ゆっくり肩の根元を押さえて、こうカクカクさせるんですね。見えてるでしょうかちょっとずつ上に行ってると思うんだけど、見えなくなってきたよね。これ目いっぱい上げてください。目いっぱい。反対側も。目いっぱい。上げたら、 えー、今度は後ろですね。このパネルを下に下げる。こう。そしたら、このパーツが登場。これは、ここの部分がスライドします。これを覚えておいてください。ライオン頭部の後ろ。ここにピンがあります。これを目指しながら、こうやってね、取り付けるわけです。さあ、そしたらこのスライドが、さっき持ち上げた分で、 こう入っていくんですね。これギリギリのクリアランスなんで、こうやって押してください。中に片側は入ったのわかるでしょうか反対側も。このようにね、押し込みます。そしたら腕の変形の続き行きましょう。うる、後ろ、えー、下に下ろして、お、え、な、ー、じみのやつですね。関節が曲がる方が前になっています。これもね、根元を押さえながら、 やるといいですす。ね。結構渋みがありますここに拳を取り付けてまだありますライオンカノンこれの根元を交換しますこれも左右がありますこういう感じですね肩に引っ掛けるパーツになっててこれがここに来ると判定側は省略するけど工程は同じですこのようになりましたねこれでランドライオンの準備完了さあそしたら最後はアクアドルフィン まずはコロが出てる場合はさっきの手順で収納する水中用の状態にするわけですね横のウィングここを倒して一段押し込むこのようにしたら左右分割しましょうこれロックジョイントがあります中にしまうそしたら、えー、ここのパーツですね 軽くたわませるとこのように離れます。これで引っ張って取れます。そしたら足首の根元を慎重に折り曲げてこのように形を作ります。そして最後に引っ張って取る。反対側も同様です。こういう感じ。中のこのピンで接続されてます。 これを取り外せば。これで合体準備完了です。さあ、そしたらラストスパートです。合体させていきましょう。組み立てた。そうだね、劇中と同じようにする。劇中と同じようにしようか。<laughs> まずはジェットファルコンの、ちょっとね、翼開いとくとクリアランスが難しいんで、えさっき組み立てた、ここの隙間の部分ですね。これにこの黒いところを入れると。で、ここ、この根元の部分稼働します。これ覚えとくっていうのと、最後に最終的にこの、 ピンを接続するこんな感じ、に見えるかなこの中に入れて、で、えー、ここをね、動かして指輪を入れる、入れて、見えたかここああ、ちょっとね、ごめんね、ピンボケしちゃって見えないんだけど、ここにね、ピンが今、はまりました。そしたら、下半身。 おお劇中でもね、こういう感じですよね。ちょっと、ちょっと劇中っぽく。<laughs> うん、こんな感じで合体してきますよね。そして、えー、地上から地面に降りて、足が接続と。合体方式は至ってシンプル。これを、はめると。おぉおーすげえさあ、そしたら、ウィングを収納し、ここですね。 これを畳むとちなみに頭部はないんですこういう感じで下に下ろしたら最後に頭部パーツここに取り付ければこれで完成ライブロボおーできたー <laughs> まずかっこいいですね めちゃくちゃこうメリハリの効いたプロポーションに仕上げてますね。パースがすごい効いてるんだよね。こう下半身からボリュームがこう来てるような感じで。末広がりなプロポーション。頭の高さで約15センチ。まあまあボリュームがありますね。標準的なミニプラの SMP の戦隊ロボよりちょっと大きいぐらいかな。手で持ってみましょう。おー。あ。 そこそこね、やっぱパーツがたくさん使われてるだけあって、重量感は結構あります。頭部のアップ、だいぶ小顔になりましたね。で、かなりこうディフォルメが効いてるんで、パッと見ライブロボの顔かっていうぐらい、まあ、めっちゃかっこよくなってるんでね。細かい部分が塗装されてて、綺麗で、うん、かっこいい顔立ちです。胸部、ここら辺の情報量もすごいですね。ライオンの顔があって。 で細かく塗り分けられた肩のマーク腰回りライブマンのマークもちゃんと塗装されていますここも立体的でいいです足情報量とにかく多いですねワンポイントのシルバーとかこういうメタリックなところですねこういったところがすごくメリハリが効いています後ろから後ろの情報量もすごいですね それから可動に関しては、えっとね、残念ながらね、細かくいろいろ動かそうとすると、組んだ直後で、あの、硬いんだよね、結構ね。だからちょっと、あまり参考にはならないと思うんだけど、触り心地だけちょっと見てほしいんだけど、えー、こういう軸があって、細かく。まあ、とにかくね、よく動きます。腕も最大で、ここら辺まで動くかなそれから、ロールが効いて、ここは二重関節になっています。肘も、 えー、結構硬いんだよね、これね。よいしょ。うん。結構動きます。手首の付け根は交換の時は軸なんだけど、中にボールジョイントが仕込まれています。腰ももちろん、このように可動し、前後にかがませることもできます。かがませる、のけぞらせる。それから各部のスカートも動くし、足。付け根は軸ですね。しっかりと保持し、よく動くタイプになっています。 それから膝。膝は二重関節ですね。このゴンブトの足と、このメカニックなディテールがいいですね。足首はまず細かく動くんだけど、このサイドパネルですね。ここの部分ちょっと横に開く。さらに引き出せます。ちょっと待ってね。怖い。お、いったいった。うん。大きく引き出してあげると、えー、角の邪魔をしません。このように前後、左右に動きます。 各部を動かしてアクションダイナミックなポーズを取らせることができます設置性も大変良好武装シールドこれまたプラと塗装による色分けになっていますちゃんとしっかり裏打ちされているところもポイントですねそれから長重剣だ長重剣はこのシルバーがねかなりギラッとしててこれもまた綺麗です それから宝玉の部分はクリアーパーツが使用されています。じゃん手首パーツを交換することによって武装を持たせることができます。かっこええ <laughs> 長寿験これだけボリュームがあるんで、いやー、これだけでも十分かっこいいなーポーズつけるのが楽しいですね。かっこいいポーズが。バッチリ決まります。 ライブロボって元々のデザイン的にも僕はすごくかっこよくて好きなんだけど、今回は特にこの宮内俊直さんのこのアレンジがすごくいいですね。実は今回のライブロボオリジナルアレンジで武器がもう一つあって、それが肩のキャノンですね。この付け根の部分をグリップタイプに交換できます。で、さらにこの重心の部分が伸びるんですね。 戦隊ロボのやっぱり必殺武器といえば剣っていうイメージがすごくあるんだけど、いや、銃もかっこいいなさあ、そしたら最後は大きさ比較いきましょう。頭の高さで約15センチ。そうだな、だいたい中間ぐらいのサイズかな。他社のプラモデルとも比較しよう。これはモデロイドのエルドラ5です。シールだったゴールドの部分ね、部分塗装してイエローゴールドになってます。 いやーいい時代になったなーさあ、同じオルタナティブデスティニー、前作のエクスカイザーですね。これはドラゴンジェットが発売されてて、グレートエクスカイザーにすることもできます。いやもうこの直撃世代、もうほんともろに直撃っていう感じだよね。ああ、やっぱこの二つのロボは非常に印象的です。そうだね、デザイン的にも。やっぱ同じ人がデザインしてるっていうだけあって、やっぱ統一感はあるよね。 これもめちゃくちゃよくできてんだよね。さあ、最後はスーパーミニプラです。おー。違うんだよ、かーちゃん。いや、不思議だな。あー、なんかやっぱ見慣れると、あやっぱこれ、こっちすげーかっこいいなってなるんだけど、でもね、このスーパーミニプラも今回改めてまた変形合体させて、これも超悪くないなと思いましたね。これもめちゃくちゃいいです。もちろんこれもいい。っていう上で、やっぱり、 こういうデザインのライブロボもあっていいなと思いますね。見慣れてくると。いや、これすげえかっこいいなって思いますね。結構近くで寄ってみると情報量が全然違うことがあわかるかと思います。足回りとかね。プロポーションとかも違うよね。かなり今回のやつはメリハリが効いてます。後ろからも。率直なところあなたはどっちが好きですか まあ、どっちも好きでいいと思うし、あれなんだけど。うん、僕は、あ、選べないな。どっちもいいかなと思いますね。どっちがいいんだろうって本当に考えたけど、どっちもありです。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の SMP オルタナティブデスティニーライブロボのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたんだな、本当に嬉しく思います。いやー、この令和の今に、 こんなかっこいいライブロボが出てくれて、うん、まあ僕はそれだけで嬉しいかなと思いますね。さっきも比較中に SMP やスーパーミニプラか、うん、これと並べたんだけど、いや俺はどっちがいいんだろうなと自分でも考えたんだけど、正直、全く別物なので、うん、比べようがないっていうのが僕の率直な感想ですね。好みとしては、うん、やっぱこっちあの、差し替えが極力少ない変形が大体できる。 のが、まあ、僕の畑なんで、こっちのが好きなのはもちろんなんだけど、これはこれでやっぱ、これ見ちゃうとね、やこのデザインは超かっこいいなって、素直にそう思います。さあ、これ、僕は素組みで組み立ておおよそ4時間。硬くて小さいパーツがかなりあるので、うん、手が痛くなります。あの、根気よくゆっくり丁寧に組み立てていくといいんじゃないかなと思います。まあ、お値段ちょっと張るけどね、他の SMP にはない。 味わえないものが、やっぱりこのライブロボにはあるかなと思いました。さあ、この商品は今後プレミアムバンダイで発売予定のバイソンライナー、サイファイアと合体することによって、スーパーライブロボになります。いやー、それもすごい楽しみだね。僕はとっても気に入りました。気になった方、ぜひ組んでみてください。 今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、どんなことでも結構です。おー、たタファいや、僕はこれかっこよくて好きだよとか。あ、僕は普通のスーパーミニプラでも十分満足かなとかね。あ、僕は完全変形合体派なので、この差し替えはなとか。いや、俺は全然差し替え気になんないなとか。あ、オタファ僕はこんなキット組んでるよとか。 あ俺のところにもエルドラ5届いたよとかね、などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。お疲れまでした。またねー。ガン